はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはスノーボードウェアかな、ゴアテックス。そしてブランドはこっちバートンですね。すごいシミが、うわっていうシミがあるんですよ。肘ですね、右の肘、黒いシミひどいですよね。この肘についたシミから多分この脇のところにシミが移ったんじゃないかなとか、そっからまたさらに前身ごろお腹とかにですねシミがついてしまったんではないかな、こことかもうねたくさんあるんですよ、こことか。でね、スキー場行ってリフトを乗るわけですから、まあリフトにはですねやっぱり油を使わなければならなくて、その油がですね、まあ、落下してしまうとか、ついてしまうというふうなことでね、非常に残念な状態になっております。油汚れってドライクリーニングしたいんですけど、ゴアテックスで素材的にも洗濯表示的にもドライがダメなんですよ。まあゴアテックスの素材って全部ドライクリーニングダメですけど、そうですね、ダメですね、水洗いだけになっております。まあ、何の望ましくない、望ましくない変化の兆しが全くなくて、最後までシミ抜きができることを望んでます。そうするとねシミはきれいになります。ただね、これだけ広範囲にシミがあるので、ある程度洗浄力を重視した全体処理と、あとは前処理、シミ抜きを併用してやりたいなというふうに思います。ちょっとひどいっすよねこれね。はい、バートンのスノボウェアですかね。それからね、撥水がだいぶ効かなくなっているというふうなことなので、撥水加工もしたいと思います。こっち袖とかはね、こうだいぶ汚れてはいるんですよ。汚れてはいるんです。こうムラムラムラとこうなんかシミになってるのは分かりますかね。これは油染みじゃなくて普通の汚れだと思いますね。だから普通の汚れも含めてね、襟とか、そうだよね、汗とか皮脂がつきやすいところなんかも若干、やっぱり少し色の段差が出てるので、そういったところもついでに綺麗になればいいな、まあ綺麗にしたいな。なんか油染み多いですね、多いですね。はい、はい、仕上がり見ていただこうと思います。シミがあったところがちゃんと分かるので、そこを指さしながらねアップにしていきたいんですが、まずここです。ここ、そしてここ、薄く残ってますよね、黒いのが。あとここはすごい分かりにくくなったな。あとね、袖、一番ひどいのが袖なんですが、まずは1箇所、ここピンと俺の指に合っちゃうかな、ここね。あとは袖の、肘ですね、肘はこの辺、肘ね、肘のこの辺、はい、よく見るとね、薄く残っちゃってます。ついたばっかりの油染みでね、何もしない状態でお預かりしたので、落とせるんじゃないかなというふうに思ったんですが、シミが取れなければね、どん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 シミ抜きを強くする、もしくは洗浄力を重視した作業を繰り返すとか、洗浄力を重視したというのは具体的にどういうことかというとですね、温度、濃度、時間、その3つを全部上げるということなんですよ。温度も上げる、強いお薬を使ってその強いお薬の濃度も上げる、そして時間というのも、その洗浄時間を上げるとかね、機械力を上げるとか、そういったことになるわけなんですが、そういったことをしてもね、シミが取れるまで何の望ましくない変化も生じないものであれば取れるんですよ。ただこのお洋服の場合はこれ以上はやめた方がいいというふうに、その望ましくない変化の兆しを感じたのでね、そこで作業を制限しました。本当はこんなに薄く目立たなくなったんだから、完全にシミを取りたいなってものすごく思います。だからもう少しとやりたくなるんですが、何度も失敗したことが過去にあって、うわー、そこでやめておけば十分切られたのになーとか、
職人としてね完全にシミを消すというところをどうしてもゴールに設定しがちなんですが、お客様は決してそんなことを望んでいないよと、着られなくなってしまうことなんか望んでなくて、あ十分十分と、ここまで薄くなったんだから、あ全然着れます、大丈夫というふうなことなんですね。例えば完全にシミを消すために高額な時間、あすごい長い時間がかかるので、高額な費用がかかるよりもそんなに高くない料金で薄くなっただけでいいという要望も確実にあるんですよ。特にそのアウトドアでねレジャーを楽しむために着るというようなお洋服、雪の日にですね風をしのいで快適にボードをするために着るなんていうふうなお洋服であれば、なおのことそういった気持ちの方が強いと思いますので、この段階でやめといた次第でございます。具体的にねどうなってきてかというと、中に、ね、空気が入ったようにプクプク剥離して浮いてくる兆しを感じたんですよね。だからそこで、やめちゃったわけなんです。まあゴアテックスという素材自体が圧着してできている素材なので、どうしてもそういったメンテナンス性の悪さというのはですねトレードオフになっているところでございます。ただねすごい機能性がいいので十分まだね来ていただけると思いますし、今回撥水加工もさせていただいたので、ぜひねお客様これ家に届いたらコップでね水をかけていただきたいなというふうに思います。バンバン水がコロコロと弾くんじゃないかな。しかしねそのスキー場で油が落ちるってめちゃくちゃ厄介ですよね。それはね不運としか言いようがないですね。リフト会社ではどんな風に思ってるのかな、仕方ないと思っちゃってるのかな。すごい高額なお洋服をね着て滑ってるわけですから、もちろんねリフトなしではね楽しめない、そんな歩いて登ってなんて滑る人誰もいないから、リフトは必要なんですけどね。はい、そんな感じでございます。ご利用ありがとうございます。